こちらは榊町の国道沿いにある直売所愛妻です。おやおや、たくさんの人に囲まれているこのキャラクター、上田ケーブルビジョンからお伝えする伝統野菜のゆるキャラなんです。その名もネズコン。このひょうたんのような下膨れの形が特徴的なネズミ大根です。ネズミ大根は町特産の辛味大根。名前の由来は形が動物のネズミに似ていること、町内にネズミという地名があることからと言われています。歴史は長く、江戸時代に長崎県から薬用として伝わったと言われています。松島先生、ネズミ大根の歴史について詳しく教えてください。身に染みて大根からし秋の風という句がありますが、これは芭蕉がですね、榊町で、読んだ歌というふうに言われています。これがですね、ネズミ大根のことを歌っている句ではないかというふうに言われています。また1804年に書かれた京成図説という本にも、この地域で、ネズミ大根が栽培されてたということが記されています。ネズミ大根の味には地元ならではの表現があります。ただ辛いだけではなくてですね、甘みがあって、こう辛いって感じた後に甘みがぐっとこうくるっていう、甘もっくらというふうに言われている、そういう味の大根です。この甘もっくらの味を後世に残そうと、毎年種を取り栽培を続けているのが町内の農家で作るネズミ大根振興協議会です。町のブランドでね、結構日本中ホームページで宣伝したから、この榊の伝統野菜になったんだけどね、食べると病みつきになるというような人が多いから。抜けた抜けた、できたね。収穫の最盛期11月には大根祭りを開いていて、県内外から多くの人が訪れます。あのうどんとかさ、そばと一緒に辛味の味噌でさ、食べるのが美味しいじゃないですか、季節の味で。このネズミ大根の辛さが甘くて辛いっていうのがやっぱり一つの特徴だと思います。なるほど。で、ね、おしぼりうどんが食べたくて。はい。おしぼりうどんとはネズミ大根の伝統的な食べ方です。ネズミ大根を丸ごと一つ絞り汁にして、つるつるのうどんと一緒にいただきます。口いっぱいに大根の辛みが広がって、汗をかくほど体全体が温まります。あ、うめえ。すすり終わった後に来る。地元の高校生たちもこの表情。すすれますよ、普通にこれ。辛すぎたら付け合わせの味噌を入れて、味をマイルドにして味わうのが地元の食べ方なんですね。またネズミ大根は身が締まって水分が少ないので揚げ物にぴったり。かき揚げは甘くホクホクとした味わいになり、辛さが苦手な人でも楽しめます。榊町では町の特産ネズミ大根を多くの人に味わってもらおうと、さまざまな商品が登場しています。地元の食材で加工品作りに取り組むアジロッチワクワクサカキでは、毎年冬に収穫後の大根を使ったたくあん漬けを仕込みます。1ヶ月半で
味がぎゅっと詰まったご飯に合うたくあん漬けが出来上がります。通常の大根よりも歯ごたえがあって甘みが強い大根なので、たくあん漬けにするとすごく歯ごたえがあって辛みも少し残りつつ甘みのある美味しいたくあん漬けができます。この他にも大根のドレッシング、パウンドケーキも人気商品です。榊町ではネズミ大根を残し、多くの人に味わってもらおうと、さまざまな団体が連携して取り組みが続いています。町内の直売所や飲食店で味わうことができますので、皆さんもぜひ足を運んでみてください。